じゃあ、じゃあ、こんにちは。これなんで笑ってるかというと、はい、セットした後にユッティが、はい、声出ない、笑わない。一刻堂さんだと思ってる。焦るかどうか。はい、ということでですね。まあ、ユッティは可愛い顔をされてますけれども、可愛いっすよね、本当に。まあこのチャンネルでも何度も実は取り上げてるんですよ、この話題は。この球界のヒゲ事情。あれ、はい、そんなにこすってるヒゲ。いや、ヒゲというか、やっぱこのヒゲどう思いますかとか結構聞いてるんですよ。なるほど、ね、でもこの実際ちゃんと取り上げてないですよ、ヒゲとしては、うん、はい、今回そのヒゲとしてヒゲメインでちょっと話していこうかな。オッケー、ヒゲチャンネルでしょ。ヒゲチャンネルとして、ヒゲチャンネル、はい。まあ、ジャイアンツはヒゲ禁止だもん。ヒゲ禁止はいないですよ ね、やっぱジャイアンツは紳士されてる。紳士やっぱり、はい、小笠原がヒゲ面を取ったからね。いや、だからまあヒゲっていうのは俺あんまり好きじゃないんだけどね。ちなみに気になるヒゲ選手います？矢川さん。中日が多すぎる。そうですね。もう、まあ、代表格がいますからね。アルモンテ選手はもう12球団のヒゲ一色、一個分背負ってますね。集めてね。一説によると、はい、なんか気の優しいやつでピッチャー、はい、ピッチャー言うでしょ、中日のヒゲ。マジですか？ああ、そうだね。マジか。びっくりしましたもんね。ものすごく優しい子なんだって。ああ、もう。いや、それで、まあ、見栄えからっつって、はい、怖そうにするという。あ、そういうことなんですか。なんかそうらしいよ。そういう作ろうじゃないですけど、そういうことですよね。あ、もう怖っ、おーっていう、こう、はい、見た目から入る。ああ、なるほどなるほど。そういうのでヒゲを生やしてるみたいなんだけど、あれ何なんだ、流行り。ヒゲ生やして勝てるんだったらヒゲ生やすよね。いや、まあそうっすね。いや、これでだから中日もし優勝したらもうここから数年はヒゲじゃないですか。まあ例えばさ、メジャーでさ、はい、まあそういうのあったよね、全員が髪染めてくるとかさ、全員がヒゲ生やすとかさ、レッドソックスとかね、そういうのね。だからジンクス的なことで、これがいい作用を起こしてくれればいいけどね、そういうなんかこうチームが一つになるとかさ、そういうことでなんかみんなヒゲを生やししてみんな仲間意識を高めるというかさ、そういうことであったらいいけど、マウンドに上がって人がいいからヒゲ生やして勝てるかっていうと、それ勝てないよ、やっぱ技術だよ。技術の後のヒゲですもんね。だからでも昔のさ、やっぱこう偉い人とか著名人ってさ、みんなヒゲなんだよね。伊藤博文とかさ、はい、板垣大輔とかさ、ね、全員がヒゲなんだ。確かに。だからやっぱりヒゲの効力ってあんのかもね。うちの息子もヒゲ生やしてる。あら、あれ？マジっすか？全然似合わない。いやいや、もう何も言わなかったらそのうち剃ってた。あ、やっぱりなと思って。だって面倒くさがり屋だから。ただ生やしてたというか、ヒゲさんそういう時期ありましたか、ヒゲを。いや、ヒゲは俺ない。一時期引退したからちょっと生やしたことあるけど、不評。不評なんですか。いや、だから球界の中でヒゲっていうのは結構増えてきたよね。いや、増えてますね、最近は。多いですよね。一つのファッションか。まあでもそれもあると思いますよ。やっぱ中日は全員で生やした方がいい。じゃあ、ああ、もう徹底して徹底して、そうですね、中途半端に。確かに。いや、それで、うん、みんなでその一体感を出すというさ、一つの効力が生まれる可能性にかけて、もう全員で やろうぜみたいな。なんかチームが一つになるよ、そういう。確かにそうですね。あれでだからもう全員やった方がいい。まあ投手陣はもうあれかもわかんない、一体感作ってるのかな、そういうの。ああ、なるほどね。だからそういう効力があるんだったらヒゲ賛成だよ。おー、いや、いいですね。じゃあまず与田監督からっすよね、じゃあ。いや、首脳陣がいいね。で、これをお勧めするのはオリックス。あ、もう一体感作れっつうの。何でもいいから。何でもいいから。あいつヒゲ、あそこヒゲ生えてるのいるか。目立った人はあんまり。もうもしゃもしゃだよ、もう一体感。もしゃもしゃはもう中日人だけっすもん。ここ打ってんじゃないかっていう。アルモンテ選手。何だって、ヒゲで打ってるって言ってますから。ヒゲで打ってるって言いたかったんですよ。ヒゲでボールを打ってるって言ってますから。出ない。普通に返されました。まあ、はい、そういう一体感を出すために、はい、もうチーム単位でやると面白い。確かにありそう。それありっすね。やっぱ社会現象とか、話題性も含めて。ただね、おしゃれのために、はい、こうやってやってるのはあんまり見たくない。まあ、なぜかというと、そこに気はそれるなと。お前には野球があるだろうという
ことを言いたいね。だからやるんだったら全員、なるほど、やるなら全員やってみてくださいと、おすすめお願いお願いします。